軍用グライダーとは、軍事目的に使われるグライダーである。軍事目的で、グライダーが用いられる場合、主に2つの用途がある。いずれにも、動力を持たずたの航空機に栄光される、ピュアグライダー形式と、動力を持ち、自力で離着陸可能なモーターグライダー形式のものがある。アメリカ海兵隊の軍用グライダー本格的な、練習機と異なり簡単な構造で大量に生産し、 一度に大量の操縦士を養成できることから、第二次世界大戦前から多くの軍隊で用いられていた。バイマル共和国軍は、ベルサイユ条約で航空機の保有が禁じられた以降も、グライダーによる飛行クラブを有し、再軍備までの飛行技術の温存を図った。第二本帝国でも、陸軍航空士官学校やヨカレンでの飛行訓練にグライダーを多用したほか、 ロケット迎撃機周水の訓練に指揮官を装備しない滑空機や機草が用いられた。第二次世界大戦後は操縦士の需要が落ち着き、頑丈な構造で安価な練習機が開発されたことから操縦訓練に利用されるケースは減ったが、アメリカ合衆国空軍士官学校など現在でも士官候補生向けにグライダーを操縦訓練の一部に組み込んでいる軍隊も、 少数ながらある。防衛大学校のように航空機の運用法を学ぶため低コストなグライダーを利用する例もある。第二次世界大戦中に世界各国で兵員や車両の輸送、強襲作戦に用いられた。適度な広さを有する平地に強行着陸し、着陸後に機体より兵員、物資を降ろすというものである。兵員や物資を 空中からパラシュート降下させるのと比べて、落下傘訓練や重量物投下の技術が必要なく、車両や火砲を直接降下させることができたほか、落下傘降下では分散降下となる一方で、グライダーではある程度の兵員がまとまって着陸するため、降下後の部隊行動がパラシュート部隊よりも迅速に行えた。また無動力のものは静かで降下を察知されにくいという利点もあった。 しかし、輸送機の輸送能力と、軍事グライダーの輸送能力に著しい差が生じたこと、無動力のものは戦場に着陸してしまうと回収、再利用が難しいこと、牽引することで低速かつ運動が散漫となり、発見されれば、栄光機ごと敵機に撃墜されるリスクが高くなること、垂直離着陸が可能なヘリコプターの発達などで、第二次世界大戦後には使用されなくなった。 わずかに、ソビエト社会主義共和国連邦で試作が行われたが、栄光機が少ないことから、開発中止になっている。それでも、強行着陸して、兵員や物資を降ろすというコンセプトは、後の軍用輸送機の設計に受け継がれており、現代の軍用輸送機のスタイルを初めて取り入れた c 1 2 3は輸送グライダーをベースに、開発されている。 アメリカ海軍の X-26 のように技術試験用途にグライダーが用いられることもある。なお、技術試験グライダーの中にも日本海軍の前翼型高空気のようなモーターグライダー方式のものが存在する。また、ソ連の A-40 や日本陸軍の特産号戦車のように空艇戦車に脱着式の翼を装備して滑空を可能にした車両も試作。 計画されていた。日本海軍ではグライダー爆弾として特攻を行う大火、新流があった。第一次世界大戦後、ドイツでは将来の軍備の基礎となる青少年に滑空機教育を盛んに行った。その結果、機体の設計技術、操縦術が発達し、バッサークッペは滑空機研究の聖地となり、世界各国からも人が集まった。 第二次世界大戦のヨーロッパ戦線では、連合国とドイツ国防軍が互いに輸送グライダーを用いた進行作戦を展開した。1940年5月、ドイツがベルギー王国のエヴァンエマール要塞に8人乗り、グライダー12機を不意に着陸させ、要塞陥落の端所を作った。これは、滑空機を兵員輸送用に使用した最初の例だった。 1944年6月、連合軍によるノルマンディ上陸作戦でも滑空機が用意られた。日本では1930年に、磯部鉄基地大駅海軍機関少佐の指導する日本グライダークラブで実地訓練が積まれたり、他にも九州帝国大学航空会や霧上ネグライダー研究会が活動した。1935年夏、 滑空機研究の必要性を痛感した日本陸軍は所沢陸軍飛行学校に研究班を設け5名の船・周囲を任命し滑空機の操縦及び整備を習得させるとともにその軍事面の応用に監視基礎的研究を実施させたベルサイユ条約により軍事研究のためにドイツ人を利用することは禁止されていたので東日新聞毎日新聞が 民間航空指導のため招兵する形式で、日本陸軍は滑空界のドイツ人の援助を受けた。日本陸軍は、滑空機の習得を飛行機操縦の改定としてだけ、軍事的価値を認め、青少年にスポーツとして奨励したに過ぎなかったので、シナ事変が勃発すると、滑空機の研究を普及のものとして中止した。しかし、欧州の兵員輸送用滑空機の活躍に、 注目した陸軍は、滑空機の研究を再開し、試作を企業に命じた。日本陸軍では、実用機として、自民輸送用のクマイナス1と、戦車輸送用のクマイナス6があった。レーテ決戦にあたり、クマイナス1を持って、滑空第一連隊が編成されたが、運んでいた輸送船が、沖縄東方海上で、敵潜水艦に撃沈され、自民と機材を失い、 実践には使用されなかった。ありがとうございます。